よくここまでついてきてくれたな。まあ遠慮せずに入れよ。おい、何入り口でぼーっと突ったってんだ学校にこんな場所があるだなんて知らなかった。そうか。普通の生徒はここには近づかないから、知らないのも無理はないか。この空き教室は何年も前から一部の生徒が勝手に占領して使ってるらしくてな。 私も授業をサボったりするときには、ダチとよく使ってるんだ。分かったなら、早くこっち来て隣に座れって。放課後に急に呼び出して悪かった。どうしてもお前に話しておきたいことがあってな。なるべく早く終わらせるから、少しだけ付き合ってくれ。それと、教室に呼びに行ったときから、顔もろくに合わせないまま震えてるけど、どうした もしかして、急に連れてこられたから変に警戒してビビってんのか安心しろって。別にお前をいじめたいわけでも手を出すつもりもねえよ。でもそっちからすれば、あんまり面識のない柄の悪い先輩に呼び出されたんだから、ビビるのも仕方ないか。ほーら、いい加減にうつむいてばっかいないで、もっとちゃんと顔を見せろよ。 やっぱ近くで見ると半端ないな前々から小さくて童顔の可愛い系なのは知ってたけど改めてちゃんと見ると小動物みたいでタイプすぎるわそれってどういう意味ですかって言葉通りだよ私さ前々からお前のことが結構気に入ってたんだよなお前は多分知らないと思うけど 上級生の間で新入生に可愛い男の子がいるって結構話題になってたんだぞそれで興味を持った奴らも私が狙ってるって知ったら全員手を引いてくれたけどなまあそういうことだからさお前私の男になれよ付き合ってくれるなら毎日徹底的に可愛がってやるしそこら辺のケツの軽い女より真剣に愛してやる 誤解のないように言っとくけど、遊びでこうやって告白してるわけじゃないからな。な、いいだろは本当にごめんなさいって。なんでダメなんだよ。先輩みたいな柄の悪い人は苦手だし、あまりいい噂を聞かないので付き合うのは難しいです。へえ、私に何されるかわからないこの状況で断るんだ。 ブルブル震えて泣きそうになってるのに、ちゃんと自分の意思を示せるなんて、やるじゃん。正直お前のこと見くびってたわ。意外と芯のある男らしい一面もあるんだな。いいね。余計にお前のことを好きになってきた。けどさ、断ったのは間違いだったな。っ。ふふ。 軽いから少し力を入れて殴っただけで吹っ飛んだな。その困惑した様子だと、いきなり殴られたから、まだ状況がわかってないだろ。う。まさか、私からの告白を断っておいて、ただで済むと思ってたのかそうだとしたら、考えが甘すぎ。確かにこの部屋に来た時には、暴力を振るうつもりはないって言ったぞ。 けど、それはお前が告白を断るまでの話だ。今は状況が違うだろうが。仕方ねえな。じゃあもう一回言ってやるから、今度は答えを間違えんなよ。私の男になれ。拒否権はねえぞ。逃げんのかまあ別に止めやしねえけど。ただ、この部屋を出るなら、 明日から毎日、あたしと連れでお前をいじめまくるけど、いいのか今みたいに一発殴るだけじゃすまねえし、とことん追い詰めるけど、本当に後悔しないんだな。賢明な判断だ。部屋からあと数歩踏み出してたら危なかったな。逃げようとした分の仕置きはするけど。<laughs> <laughs> 一発ごとにいい反応するじゃん。お前、サンドバッグの才能もあるんじゃねえの苦しむ顔も最高に可愛いな。でも、やりすぎないようにこの辺りでやめとくか。かなり辛そうだけど、まだ喋れるよな。じゃあ、早くさっきの告白の答えを言ってくれ。これ以上辛い目に会いたくないなら、 どうすればいいか、分かってるよな。先輩の男になりますからもう許してください、か。やっと落ちやがったな。手間かけさせやがって。けど、これでお前は、あたしの彼氏決定な。現地も取ったから、後から言い逃れはできねえぞ。それじゃ、めでたく恋人同士になったところで、 早速始めるか。一体何をって決まってんだろお前を今から完全にものにするんだよ恋人同士だから襲っても何の問題もないし別に構わないだろそれに付き合ったら毎日徹底的に可愛がってやるって言ったよなちゃんと約束は守るさおい なんでまた血相を変えて逃げようとしてるんだまさか私とするのが嫌だなんて言わないよな別にいいんだぞ今度はお前が死ぬ一歩手前までひたすら殴り続けてもそれが嫌ならおとなしく食われることだけ考えてろじゃあ始めるか 運動後のタバコってのも案外悪くないな。お前もそう思わないかって、どうせ真面目ちゃんだからタバコなんて吸ったことないか。ふふ、それにしてもいい眺めだな。つい数時間前まで汚れなんか知らなさそうなやつが今じゃボロボロの服をまといながらうつろな目で泣き続けてるんだもんな。本当に傑作だったよ。 襲われてる間のお前は最初は必死に抵抗してたのに行為中に徐々に諦めて無抵抗になっていって最後には私にされるがままだったな私に隅々までケガされた気分はどうだ快楽でほとんど意識飛んでる状態だから聞こえてないだろうけど一応言っとくけど誰かにこのことをチクったりするなよ もし警察とかに漏らしたりしたら、お前があえぎまくってる姿を撮った動画や、今の無様な姿を撮影した写真を学校中にばらまくからな。わかったら返事しろ。よし。いい子だ。ちゃんと自分の置かれた立場を理解できてるな。あれだけ私に好き勝手されたんだ。もう抵抗する意思なんて残っちゃいないか。 そういうわけで、これからよろしくな。あたしだけの操り人形ちゃん。明日からじっくり、あたし好みの男になるまで、いろいろと教え込んでやるから、楽しみにしとけよ。